はい、月です。本日は Windows Experience Index でこちらドンキ PC のベンチマークテストをしてみたいと思います。 Windows Experience Index は Windows 7まで実装されていた Windows 独自のベンチマークテスト機能で、 CPU やメモリー、グラフィックス、ストレージの性能を簡易的にベンチマーク計測するものです。 Windows 8からこの機能がコントロールパネルからなくなってしまいましたが、 Windows 10でもその機能自体は残っているので利用することができます。すでに公開済みの GPD-Win2 のベンチマーク動画で、こちらですね、こちらの GPD-Win2 で Windows Experience Index を計測したところ、どうやったら計測できるのか、もう少し詳しく動画にしてほしいというご要望をいただいたので、今回やってみたいと思います。まずこちらのボックスに CMD と入力します。するとコマンドプロンプトという項目が出てきますので、こちらを右クリックして管理者として実行を選択します。Windows コマンドプロセッサーが立ち上がりますので、このアプリがデバイスに変更を加えることを許可します。コマンドプロンプトが立ち上がったら WinSat フォーマルと入力します。そして Enter を押して実行。はい、今エラーが出まして、バッテリーで実行されている間はフォーマル評価を実行できませんとなっていますので、こちら電源をつなげたいと思います。はい、今電源つなげましたので、この状態で WinSat フォーマルを入力してみたいと思います。はい、システム評価ツールが立ち上がりました。はい、計測が完了しましたので、エキストと入力してベンチマークテスト機能を終了させます。今テストした結果は Windows のパフォーマンスフォルダーに収録されていますので、そちらのフォルダーを開きます。はい、パフォーマンスフォルダー内のこの WinSat というフォルダーがデータの保管庫になります。データストアをタップします。こちらがパフォーマンス結果を表すファイルですけども、これだけでは見ることができませんので、専用のビュアーを使います。 Chrome を立ち上げて WayView と入力します。こちらがビュアーページになりますので、こちらをタップします。ここに先ほどのファイルを落とし込みます。はい、ということで結果が出ました。一番低いスコアが 3.3 というふうになっていますが、 GPD-Win2 と比較するとプロセッサーは GPD-Win2 が 8.7 でドンキ PC が8ですので、まあそんなに変わりがないのかなというところです。ただメモリーが 8.7 に対して 5.9、 グラフィックスは 6.3 に対して 3.3 と、まあ、半分になってしまっているというところです。ゲーミンググラフィックは GPD-Win2 も評価されませんでしたので、こちらはドンキ PC と同じですね。そしてプライマリーハードディスクは GPD-Win2 が 8.2 でドンキ PC が 6.1 というふうになっています。プロセッサーはね、思ったより頑張ってるなという感じがしますが、まあ、いかんせんね、グラフィックが 3.3 なので、まあ、どうしてもこのあたりがね、もっさりしてしまう理由かなという気がします。
Windows 10のバージョンアップによってこの機能が使えなくなってしまう可能性もありますが、今後購入した PC についてはこの Windows Xperia Index でパフォーマンスチェックしていきたいと思いますので、一つの参考値としていただければと思います。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し真面目な検証からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。よろしければチャンネル登録の上ご視聴ください。毎週月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ放送もやっておりますので、お時間が合う方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。